亮寄 g e n e r a t i o n s f r o m e e x i l e t r i がフジテレビ系で放送中の連続ドラマ「忍者に結婚は難しい」にゲスト出演することが発表されたこのドラマはルパンの娘シリーズなどで知られる横関大の同名小説を原作とするラブコメディ甲が忍者の末裔である主人公草刈蛍を七尾が蛍の夫で伊が忍者の末裔である草刈五郎を鈴木伸之が演じる 片寄りは今後劇中にスペシャルゲストとして登場し、重要な役を演じる。これまで見せたことのない片寄りの意外な姿が披露されるとのことなので、オンエアを楽しみに待とう。なおプライベートで結婚を発表したばかりの片寄りは、ドラマのタイトルについて、この作品のタイトルに、結婚は難しいと入っているとは思っても見ませんでした。笑い、とコメントしている。 また1月12日放送の第2話には遠藤健一がゲスト出演することが決定した。私たちのビデオを見ていただきありがとうございます。最新ニュースを入手するには、いいねと購読してください。